はい、えー、ビッグゲームのサブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、チャンネル登録の方はしていただけましたでしょうかあの、ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。でね、今回はですね、えー、皆さん結構あのー、最新超過情報、船井戸さんの調過情報っていうのを、えー、日頃ですね、常日頃、えー、数時間おきぐらいにね、多分チェックされてる方がね、多いんじゃないかなと思います。で え私自身もですね、えこれ仕事なので、どの辺のエリアで、どんな魚が、どれぐらい釣れてるのかなっていうのをね、毎日、もう日課のようにですね、え更新されるたびにどん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 チェックしていくんですけれども、え何を基準に釣れてるかっていうね、その釣れてるっていう、おー、釣れてるなーっていうのを基準にしたときですね、なんつったらい,いんだろう。難しいな。 あの、超過情報のね、見方があって、で、特にね、これから、これから、えー、オフショアの釣りをね、えー、まあいいですよ、餌釣りでもいいし、ジギングでもいいし、これから船の釣りを始めるお客さんたちはね、ここをね、注意しなきゃいけないというポイントがあるんですね。で、これをね、ちょっと説明していきます。えー、漠然とね、えー、マックス、一番釣った人何匹かっていうことじゃなくて、むしろ逆にですね、 一番連れてない人は何匹なのかっていうことが重要なんですね。ということでね、ちょっと船宿の超過情報を実際に見ながらね、ちょっとその見方をね、えー、説明していきます。はい、ということで、引き続きですね、ご覧になってください。それでは、行きます。はい、えー、っとね、これは、えー、鹿島港、茨城県のね、鹿島港、公営丸さんですね。 高栄丸さんの釣果情報を実際に見ています。ね、鹿島港、高栄丸。いいですかね,でね、えー。よりよりにしてみましょう。これを見ていくと、えー、ここにですね、今現在、えー、どんな釣り物をやってますよという、ね、釣り物の紹介、インフォーメーションがあったりとかしますね。でねここなんですよ パラパラパラーっとはい出てきましたここですえっ、ー、とね例えばタチウオこのタチウオってありますねこの一番左タチウオがこれタチウオタチウオってことはね2杯出ししてるってことですね2隻でタチウオを狙ってますってことなんですねで50から95匹要は 一番釣れなかった人でも50匹釣れてますよってことなんですね。これはね、ここが重要なんですよ。例えば隣のヒラメ。えー、ヒラメは1隻しか出てないってことですよね。まあ2隻だと出た人としても、もう1隻釣れてない可能性もあると。<coughs> で、これ見てください。下がゼロ2匹。上で2匹ですね。要は、ゼロの人がほとんどで、ね、ゼロの人がほとんどで、 え釣、ー、れた人が、ほんのわずかに釣れた人が2匹なのか、えー、あとはですね、えー、例えば10人乗ったうち、ほとんどの人がゼロで、1人だけ2匹なのか、えー、もしくはですね、10人中1人だけ0匹で、え残りの9人全員頭2匹なのかっていうね、ここが微妙なところなんですね、このニュアンスが。わかるかなぁ これがね、要はね、難しさなんですね。だから、下がゼロっていうね、釣り物は、かなりリスキーってことですね。ヤリイカは10杯。下が10杯で、えー、上が52杯になるわけですよね。こういうことなんですよ。なので、えぇ、ー、超過情報を見る際、例えばね、えー、崎はさこう、徳丸さん、ポチッと。これ今、赤むつやってますね、ここはね。これです。例えばこの赤むつの超過情報なんかも、 1>, えー、1匹しか釣れなかった人もいれば、10匹釣れてる人もいるわけですね。かと思いきや、ゼロの人がいて上が5匹。要は裾ですよね。一番釣れなかった人がえ1匹ってことですね。で、釣れた人が7匹になるわけですよね。 これは、まあね、魚釣りの難しさ。例えば赤靴なんかは棚がずれちゃったりするとね、釣りにくいっていうのもあるんですけれども、そういった感じで見ていきます。だから、えー、赤靴の釣り自体は、特に、えー、上手な方ですね。この釣りに慣れてる方は、えー、10匹、規定の10匹まで釣れますよってことなんですね。逆に言うと、えー、そんだけ状況はいいですよってことになります。ね、例えば、 0から5匹っていうともう一番釣った上手い人でも5匹しか釣れてないということなのでこの日は谷間ね。で、実際に1から10匹釣れてる。要は上が10匹釣れてるよ。えー、下の1匹の人は多分何かがちょっとねピン度がずれちゃってえ1匹しかなかったのかな。例えば船酔いしちゃったとかね。そういうことになるわけですね。次、ハサキの新エマさんちょっと見てみましょうね。あ、出船中したから。 あこの日なんかもそうですね。1,、えー、1月26日、赤むつゼロから9匹。一番釣った人で9匹。えー、裾がゼロが出てますね。これは、ね、周り、まあ9匹ぐらい釣れている状況の中でゼロ匹がいるってことは、やっぱり船酔いだったりとか、えー、そうですね、仕掛けがなくなっちゃったとかっていう人もいるのかもしれないですね。そういった感じになるわけですよ。<coughs> ひたちまるひたちまるさんね、ここは出てるかな。ここはちょっと具体的に何匹とは出てないですね。えっとね、そういった感じにね、見ていきます。うん、ここがね、ものすごく、えー、ちょっとね、船釣りの場合にはね、重要になってきます。九じこね、九じこう雄丸さんとか、この辺ちょっと見ましょうね。 裾の一番釣れてない人が何匹で、えー、釣れてる人が何匹なのかっていうことで、裾の人が少なければ少ないほど、数がね、えー、数が、えこ、ー、この数、例えばこれなんかもそうですけど、マダイ1から3匹、ちょっと見えにくいんですけども、1から3匹ね、結構厳しい展開ですね、0から1匹。ヒラメはもう本当に交通事故的にじゃないと釣れないなってことになりますね。マダイも今難しいですね。 これはね、なんかあの、底が荒れたとか、まあいろいろあるんでしょうね、条件的に。例えばタコ、えー。タコが3から6杯。ね、下の人が3匹で6杯。で特に本当、これからね、釣りを始める船、船釣りをね、始める人は、そのね、裾。一番釣れてない時に、えー、どれくらいの 数が釣れているのか。要はね、一番釣れない人で何匹なのかっていうのがね、すごい重要ですね。長浦小奈山さん、ちょっとタチウ見てみましょうね。要はね、<laughs> 例えばこ,これそうですね。ほら、タチウオ、大きさ86から119センチ。数5本から17本。一番釣れてない人でも5本釣れてますよ。えー、その前の日は、えー、釣れてない人でも4本。えー、その前の日は、えー、釣れてない人でも10本。ね。 一番連れてる人で92匹。これはアジか。うん、そんな感じですね。まあ、とりあえずね、こういう感じで、裾の人が大体いい、えー、5本、10本ぐらい連れていれば、今、釣り物は絶好調だな。今が、えー、長考に行くタイミングだなっていうのを見極めていけばいいわけですよ。ここはね、かなり重要なので、 えー、特にね、これから、えー、シーズンね、今結構盛り上がってるんですけども、赤むつね。赤むつなんかはもうものすごくその辺がね、顕著に出ます。ね、下が1匹、上が10匹。何が違うんだろうか。えー、10匹釣れてる人と1匹しか釣れない人ね。で、あとは超過情報をね、もっと細かく見ると、例えば、えー、海上なぎよく、両肩混じりで校長に釣れました。 その他に、黒むつ多数、大味混じる。要は、塩が早くて、釣りづらくて苦戦しましたっていう言葉が入ってませんよね。です。上のトップの人が10匹ってことなんで、1月26日の段階で、かなり黒塩が落ち着いてきたなと判断します。こういう場合はね。だから、1週間ぐらい前の、塩が早くて釣りづらいっていう状況は、もう超えたなと。 え、だいぶですね、状況が変わってきたんだな、っていうことが、ね、伺えますね。例えば、これがですね、1月21日、赤むつ線、海上なぎよく、潮流れよく、終始悔い順調、潮流れよくっていうのは、えー、早すぎず遅すぎずですね、いい感じに流れましたよってことなんで、こういう時は釣りやすいですね。で、 えー、連れてる日の水温18.6度。こういうね、細かいデータなんかもものすごくね、重要になります。えー、潮の温度がね、下がってしまったら、食いが悪くなっちゃうんじゃないかな、みたいなね、ところ出てきますんでね。で、ここの、潮の海峡像を見るわけですね、これだって。ほう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 。この辺か。 ね、18.6度だからちょうど18度と19度の境ぐらいだからこの辺でやってるのかなとかっていうのを推測しながらいくわけですねはいということでいかがでしょうか、えー、超過情報というのは、えー、必ず、えー、一番釣れてない人が何匹釣れてるのかっていう裾ですね裾の超過を気にしてみてくださいねここものすごい重要ですだから裾が、えー、0とか1とか 非常に釣れてない人が0匹、要はおでこですね。おでこになってしまっているような釣り物だと、えー、かなりですね厳しく、えー、リスキーな展開になるということを覚えておくと外さないかなということですね。はい。ということです、えー。参考にしてみてください。それではまた、えー、次の動画でお会いしましょう。えー、こちらのチャンネルは えービッグゲームのサブチャンネルですねえー、メインチャンネルにえー、アップしないようなですねちょっとしたこう裏的なネタですね裏技的なネタとかもアップしてますんでねぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますタチウオがすごいっすねタチウオねとんでもない数で今釣れてますねこういうタイミングで行くといいと思いますそれではまたさようなら